コバリアン修道会のサイレンス・サイレンスは、イギリス BBC のテレビドラマ、ドクター・風に登場する、地球外生命体の一種である。新シリーズから登場し、シリーズ5では、名前だけが言及され、シリーズ6でその姿を表した。正体は、ベーパルメインフレーム協会に所属する懺悔係である。ムンクの叫び長い指を持つ色白のエイリアンで、顔は、ムンクの叫びを彷彿とさせる。 制作者、スティーブン・モファットはこのエイリアンを考案する際、ムンクの叫びから発想を得ている。コバリアン修道会のサイレンスは、人類が火を使い始めた頃から地球を密かに征服していた。指先から青白い電撃を放つ能力を有する。この電撃は光術のアイドライブを装着したものに、対しては遠距離からアイドライブに電撃を流すことが可能である。 サイレンスの全身を水槽に入れることで、電撃能力は抑えることができる。また、サイレンスには、視界から外れると、その存在を忘れるという特性がある。サイレンスに襲撃された者が瞬きする、目線を逸らすなどして、サイレンスを見なくなった時、その人間はサイレンスに関する記憶を失う。サイレンスに出会った事実、サイレンスの姿も思い出せなくなり、 サイレンスを視認している時に受けた暗示にかかりやすくなる。ぶら下がったサイレンス天井から頭を下にして、ぶら下がることが可能である。優れた特殊能力を持つ反面、ダーレクやサイバーマンといった他のエイリアンと比較すると、耐久能力は低く、ト東デラウェア賛成による銃撃で瀕死に陥っている。研究のみがなされる。大いなる静寂が訪れるなどと、 シリーズを通して発言される。エイミーを拉致していた部屋。ドクター風エクスペリエンスの展示物、ドクターからの招待状を、ガツの日で初登場を果たす。2011年4月22日の試練し横に、数体が姿を現しているほか、1969年のアメリカにも潜伏している。太古から人類を影から支配していたことが明かされた。11代目ドクターらを監視し、 児童養護施設を訪れたエイミー・ポンドを拉致した。児童養護施設で後のリバーソングとなる少女を保護していたが、一体が関東デラウェア賛成により銃撃を受ける。その後関東に捕獲されたサイレンスが我々を見つけ次第抹殺すべきだと発言。その動画が全世界へ流出し、全人類が暗示にかかりサイレンスの抹殺が開始されることとなった。 少女を保護していたサイレンスは未来のリバーソングにより射殺され少女は脱走したその後閉店時間でマダムコバリアンと共に再登場するルナ大学で考古学を学んでいたリバーソングを拉致して宇宙服の中に入れドクター抹殺プロトコルをプログラムするしかしリバーが宇宙服のプログラムを破壊したためドクターは死亡せず ドクターが死ぬという歴史の固定ポイントが改変されたため時空が崩壊することとなった。時空が崩壊した結果もう一つの現実が創造され、そこでサイレンスはエ m ミー・ e、ポンド率いる部隊の管理下にあった。しかし、水槽に入れられ電撃能力を封じられていたものの脱出を果たし、エ m ミー側の兵士の虐殺を開始した。この時、エーミー側の人質になっていたマダム・コバリアンも、 裏切られ殺害されている。ドクターの時で2年ぶりに登場する。このエピソードで、コバリアン修道会が、ベーパルメインフレーム協会から離反した一派であること、サイレンスが、ベーパルメインフレーム協会の残悔係であることが、明かされた。なお童話では、ダーレクが、ベーパルメインフレーム協会に進行しており、サイレンスもナノクラウドの影響によりダーレク化している。シリーズ六のサイレンスは、 コバリアン修道会に所属していたため、ドクターとは対立関係にあったが、ベーパルメインフレーム協会のサイレンスは、ドクターと同盟を組み、トレンザロアでクリスマス村の防衛を担っている。サイバーマンの集団と戦闘中のサイレンスの描写があった。コバリアン修道会に所属する者と、ベーパルメインフレーム協会に所属する者が登場する。シリーズ6に登場する者は、 ベーパルメインフレーム協会から離反したコバリアン修道会に所属するもので、こちらはネクタイとスーツを着用している。クリスマススペシャルに登場したサイレンスはベーパルメインフレーム協会に所属する世紀のサイレンスであり、協会の制服を着用している。ありがとうございます。